3、2、1。FM 議論のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日5月15日月曜日、第34回のメンヘラジオの収録となっております。はい、何回？34回ですね。おー、はい、もうちょっとだ。あ、なんかライブの録画を公開しますかっていきなりツイキャスに出てますけど、公開していいんじゃない？一旦非公開にして、あ、まあ公開でもいいか。はい、お願いします。はい、はい、なんかね、ツイキャスやってるんですけど、ツイキャスの画像が、動画なんかカクカクしてる、カメラがカクカクしてね、でね、ちょっとこれ機能してるのかどうかっていうところで怪しいです。まあ、まだ試験的に始めた感じもあるんで、まだ3回目なんでね、ツイキャス導入して、うん、ちょっと試行錯誤しながらになってしまうんですけれども、うん、はい、まあなんとかやっていけたらね、なんとかやっていきましょう。はい、はい、でこれね、今日の収録15日なんですけれども、放送日の方が5月22日月曜日となってまして、うん、はい、来週、今日放送してるのはね、収録してるのは来週放送になるんですけれども、うん、最近ね、前まではね、2週間後にね、収録した分がね、うん、放送されるみたいな、2週取りだめみたいな、そうですね、2日分、普通2回分は取りだめしてたんですけどね、うん、まあ諸事情あって、まあ夏実が体調不良だったりとか、健太さんがギャンブルに行ったりね、うん、困った2人ですけれどもね、まあメンヘラジオってね、メンヘラとあの銘打ってるラジオなんで、うん、まあそれも何ていうのかな、やむなしというか、うん、ありなのかなって、まあ、ツイキャスがなんか変だね。ツイキャス変ですね。まあですね、ちょっとそこはまあ良いですけれども、様子見まあ様子見ながらやっていきましょう。はい、で、まあ5月15日時点ですけど、うん、土曜日ね、20日、5月20日が僕らの結婚記念日となってまして、うん、はい、はい、結婚記念日です。式の準備でてんてこまいとしてる、日々を送っているんですけど、ちゃんちゃこまいよ。はい、今日も短い時間ですが30分、よろしく、お付き合いなどどうぞよろしくお願いいたします。よろしく頼む。メンヘラトーク、はい。はい、こちらのコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。メンヘラトーク始まる前にツイキャスが真っ黒になりましたね、はい、ツイキャスが真っ黒になりました。これどういう現象なんでしょうか、ね、お気づきだろうか。ついたよ、ついた。あ、カクカクしてないんじゃない、あんまり。そうね、まあでも多少ちょっとカクカクしてるかな、うん、まあツイキャスもやりながら、はい、メッセージの方も読んでいきたいと思うんですけれども、ツイキャスどんどん上げてください、ポコポコ。はい、とりあえず本日のトークテーマ、はい、はい、好きな卵料理。はい、テーマは好きな卵料理ということで、うん、これね、なんで今日はテーマが卵料理
なんでですか、なんでですか、なんで急に卵あのね、本日ね、あの収録してる日にち5月15日なんですけれども、はい、これの放送日がね、来週22日、5月22日これがね、うん、この日5月22日がなんと、うん、卵料理の日へと制定されてるそうで、そうなんだ、はい、制定しているのが一般社団法人全日本うまいもん推進協議会というところで、あの食の基本とも言われる卵料理を通じて食に関する衛生と安全を啓蒙し、卵料理の食文化、こちらの振興を目的としているそうです。うん、卵料理を広めようみたいな、そうそうそう、なんで5月22日が卵なんだってとこなんだけども、うん、まあ5月22日、うん、まあ数字だけにすると0522、うんうんうん、で05が丸と号さ、うん、で卵だって、卵、そうそうそう、ゼロだけでいいじゃないですか卵で22がね、鶏、あ、なんか無理やり感たっぷりなです、ね、感じなんだけど、はい、それにしてもね、あのスーパーで売られてる卵って高くなったよね、高くなった、もう買えないよ、どうしよう、卵食べてなくない、食べてないね、なんか最近ね、卵料理だから、なんか余計に卵料理なんか恋しくなっちゃってはい、それではあのメッセージ届いております、メッセージの方を読ませていただきます、はい、どうぞ、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、あ、つかぽんさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、うちの母ちゃんは鶏肉が食べれないのに、うん、なぜか卵は食べる、うんうんうん、鶏肉が食べられなくなったのは母ちゃんの母親、スカポンさんにあたるおばあちゃんになるのかな、うん、が鶏をさばいているときに、うん、頭がなくなった鶏が走っているのを見たかららしい、ほらこれはあれかな、やっぱハードだな、それなんていうのかな、息が良かったっていうところなんだろうね、もしかしたらね首をさばいた直後は、うん、やっぱりなんていうのかな、鶏もバババババって暴れてたというか、でもさ、そういうことなのかな、脳みそから信号が行くのに、だからなんか反応で残ってるんじゃないの、もしかしたら、わかんないけど、うん、ああ、さばいてるの見たら食べれなくなるそうそうそう、よくまあでも聞く話ではあるよね、なんか実際にさばいてるの見るとなんていうのかな、喉を通らなくなるというか、うん、うんうんうん、やば、まあ、すごい話ですね、これもね、すごいね、そうだね、うんうんうん、沖縄はね、ヤギとかもね、のは農家さんとかいるからね、うん、そうそうそう、豚もそうだけどね、うん、ちょっと目の当たりにしたらそうやってちょっと食べれないみたいになるかもね、うん、でも卵いけるっていうのもなんか面白いよな卵はいけるみたいな、産んでるの、うん、見たことあるよ、うちに鶏飼ってたから、あ、本当、うん、それは、小学校の時、あ、西崎に住んでる時に泊まんの、うん、うん、おじいちゃんが、うん、おじいちゃんとおばあちゃんとうちの家族と、うんうんうん、ピーチっていう鶏飼ってた、あ、やばい、ピーチっていう鶏飼ってた、え、まあ、何がやばかったの、ちょっと背中かいたらかさぶたが取れちゃった、何、ラジオ収録中に何やっとんのまあいいけどいいんですよ、はい、では続きましてメンヘラネームイルカレディオさん、イルカレディオさんありがとうございます、ありがとうございます、久しぶりの投稿です、はい、小さい頃自宅で麺鶏を飼っていたんで、毎朝産みたての卵で TKG、うん、わかります、 TKG、 ただ、あ、違う、卵かけご飯だ、あ、正解正解、あ、よかった、びっくりした、卵かけご飯 TKG をよく食べていましたと、うん、でとても美味しかったんですが、ある時鶏が柵から逃げてしまって、うん、それ以来ショックで卵かけご飯を食べられなくなっちゃったんですね、でも大人になってから普通に食べてますけどね、うん、どないやねんって話だけどケンタさん、夏美さんは TKG 好きですかとのことです、好きです、夏美好きです、あ、そう、うん、ケンタさんは、俺ね、そのなんていうのかな、いわゆるプレーンのなんていうのかな、うん、ご飯の上に卵割って、うん、醤油かけて食べるみたいな、うん、卵かけご飯ってほとんど食べたことない、え、なんで、
うちね、その上というかさ、卵あご飯白米の上にシーチキンあるじゃん、うん、シーチキンを、うん、散りばめてというか、うん、缶を一つ開けてね、うん、それでそこに卵をかけて醤油かけるっていう、うん、なんかシーチキン卵かけご飯みたいなね、ああ、それがなんか久我池、僕のまあ旧姓なんですけども、久我池では主流だったから、うん、へえ、そうなんだ、うん、なんかプレーンの卵かけご飯って言ったらあんまり馴染みがない、へえ、うんうん、でも美味しいよね、美味しいよ、うん、日本人は好きなんじゃないかな、それこそローソンか、ローソン、まあ、ファミマか忘れたけど、うん、おにぎりあるじゃん、うん、ああ、あるね、卵かけご飯ってあるよね、卵かけご飯味みたいな、卵かけご飯おにぎりみたいなね、ふおにぎりって、そうそうそう、あるから、まあ好きな人は多いんだろうなと。そうだよそうだよ、うん、ショックで卵かけご飯食べられなくなったっていうイルカレディオさんですけども、ちっちゃい頃の間だけみたいなね、うん、大人になったら普通に食べてますけどね聞いて卵さ片手で割れるんだ、あーそれすごいバカって、うん、俺それできない、本当、うん、難しい、できるんだ、片手でやったら確実に俺殻入っちゃう、入る入る入る、はい、うん、で、夏美さんは何か好きな卵料理ってありますか？夏美は卵料理で好きなのは、うん、オムライス、オムライス、オムライス好き、オムライスでもさ、うん、あれがあるじゃん、卵でくるむでしょ、うん、ケチャップかけるタイプと、うん、デミグラスソースかけるタイプあるさ、オムライスって、うん、どっち？ケチャップ、ケチャップだな、やっぱりケチャップ、やっぱ王道のケチャップだよな、うん、家庭で食べるオムライスもね、やっぱりデミグラスよりケチャップっていう人が多いんじゃないかなと思うんで、夏あれが好きなんよ、うん、なんか安い食堂とかにありそうな、うん、あれ、ちゃんと焼かれてるオムライス、あ、卵がちゃんと焼かれてるやつ、ふわっとしてるとか、なんか中がトロフワみたいな、そうそうそう、一枚しっかり焼かれてて、それがかかってるオムライスが好きっちゃ、うん、よく焼きみたいなやつね、うん、よく焼いてるやつ、はい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 、それにケチャップ、それで言うと目玉焼きとかさ、うん、でもなんていうの、黄身をちゃんとよく焼きか、うんうん、ある程度半熟状態にするかっていうので、うん、やっぱり好み分かれると思うんだけど、なっちゃんはどっち？よく焼きの手前、うん、ちょっとなんていうのか、割ったら黄身がこぼれてくるみたいなのは、じゃああんまり好きじゃないんだ、こぼれてくるのはちょっと嫌だ、あ、ほんと、もうちょっと焼いてほしい、それは、うん、そっかそっか、うん、俺はやっぱりなんか、でも俺はやっぱ半熟みたいなね、なんか好き、そうそうそう、ラーメンとかでもね、煮卵やっぱ絶対入れちゃうもんね、トロッとした感じのね、卵料理って言ったらあれかもしれないけど、ユニオンのさ、煮卵天ぷら、煮卵天ぷら美味しいよね、あれ美味しいよね、そう、あれぐらいが好きだな、卵焼き、でももうちょっとあれより焼いてもいいけど、うんうんうん、目玉焼きじゃなくてゆで卵、はいはいはい、あれぐらいが好き、うんうん、いいよね、俺はね、卵料理って言ったらもうシンプル、ドシンプル、ドシンプル、うん、だし巻き卵好きだね、だし巻き卵は好き、居酒屋に行ってね、うん、あったら絶対頼む、大根おろし乗ってるやつ、うん、大根おろしでもいいし、うん、それこそなんかちょっと甘いやつでもいい、沖縄の人ってさ、多分だけど、うん、なっちゃんはね、お母さんが山口の方だから、うん、内地、内地のね、から沖縄に嫁いだ方だから、うん、比較的ちっちゃい頃の卵ってもしかしたらね、甘い卵焼きの方がもしかしたら多かったのかもしれないけど、うんうんうん、沖縄は結構塩使うのよ、卵焼きに、うん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 、で塩で、塩の卵焼き、うん、大人になってからダーツ食べたことあるので、そうそう、比較的醤油かけてみたり、卵焼きにね、うん、うん、して食べてたんだけど、うん、いつだったかな、多分ね、少年野球やってた時だーず、うん、高知県に行ったことがあるの、土佐清水市っていうのがね、豊見城市、僕が住んでたところは豊見城市なんですけど、うん、豊見城市と高知県の土佐清水市が姉妹都市を結んでるの、姉妹都市提携というか、うんうん、それで高知県に行った時に、うん、ホテルで
ね、朝朝食で出るんだけど、うん、卵焼きがね、あの甘い卵焼きがとっても美味しくてね、甘い卵焼き美味しいよね、もうそれからなんか虜になったよね、だし巻き卵、うんうん、だからなんていうのかな、なっちゃんと結婚してというか、なっちゃんのお家にね、うん、あのご実家に行って、みつこさんがね卵を出してくれた時とかあって、うん、あれもとっても美味しい、美味しかった、最高最高。なっちゃんもね、だからやっぱりね、家族お母さんがね、そういう卵焼き作ってたから、なっちゃんもね、うん、比較的甘い卵焼き作ってくれるよね、うん、作る、うん、あれ嬉しい嬉しい。でもね、あのさっきも話したけれども、卵が本当に高くなってね、うん、ちょっと気軽に買える、まあ、じゃあ おい大丈夫かさっきからゲホ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 違う、あの逆流性食道炎なんですよ。え、だとしたら今多しそうなんですよ。違う上がってくる胃酸が、うん、だから要は痛い、ここが、はいはい、ちょっとあれがあるからね、過食嘔吐気味なところが、あ、そうそう、過食嘔吐ちょっとしちゃってて最近、 あ、してたの、うん、最近ちょっとしてる。なんで俺に黙ってしてんの、なんでこれFM 読みたんだったら放送事故だよこれ。いやいや、名前を出すなよ君は名前を出すな。あ、そう、関係者聞いてるかもしれんけどね、まあいいさ、あ、大丈夫だ、収まったはず。あ、よかったよかった、うん、まあはい、では、そんな感じで、そんな感じで、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに、楽曲紹介のコーナー、はい、入っていきたいと思います。はい、はい、本日ご紹介する楽曲は、うん、なんだろう、まあ卵と関係したのをちょっとセレクトしようかなと思ったんだけど、うん、あんまり好きじゃなかったので、うん、まあやっぱり好きな曲をね、うん、お気に入りの曲を紹介するべきだっていう夏美さんのアドバイスのもと、はい、この曲を紹介したいと思います。はい、オクトでホローハンガー。飲んだらいいよ、僕もコーヒーをいただきます。嬉しい、上がってきてた、危ないカーってなってたんですよ、この胃のあたり、うん、胃のあたりとか食道というか喉、うん、やっぱなんかちょっともう完全に固まってるね、ね、うん、ツイキャスね、終了押したらもういいよ、終了すか、うん、ケツさんがこんなのちょっと固まっておる、これはしなかった、不安じゃん、なんかメイトしてる、カクカクしてるね、なんか理由があるのかな、いや、そのまま閉めて、はい、あ、しょうがないっす、ツイキャスが固まっちゃった、うん、あ、また動いたけども、まあいいでしょう、ツンデレだないや、でもカクカクしてるよ、やっぱり、うん、で、さっきね、YouTube 見てるご覧になってる方にちょっとお話ししようかな、あのラジオ、ね、冒頭の方でもお話したんだけど、今週土曜日はね、結婚パーティー、結婚パーティー、ちょっと予定してまして、もうこれ流れてる頃には終わってるよ、そうだね、これやってる頃には結婚パーティー終わって、楽しかったです。違うか、まあどうなることやらってところなんですけどね、そう、ほんとそうなんで、パタパタしてまして、そう、なかなか連絡みんなにもできる、毎日送ってますよ、ほんとに、うん、はい、OK、 なんかメンヘラのネタ話そうか、いや、まあおいおいな、メンヘラジオっぽく、え、今、うん、うん、いや、いいよ、いつの話をしてたの、今日、今、今、え、いつでもいい、いつでもいい、なんでいつでもいいって、来週でも来週からでも、今日ちょっと卵の話がいっぱい出ちゃったから、まあ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 、うん、違う違う、メンヘラにメンヘラジオだけど、メンヘラの話があんまり出ないなと思って、卵だなって、だそれは来週以降にしようねって、ラジオの前の話、そういうこと、あ、そうなの、もう始めますよ怖いんですけど、なんかそういうことってどういうこと、マジで、はい、お聞き
信いただいてますのは、はい、北斗でホローハンガー。ホローハンガーっていうんだこれ。はい、こちらは昨年2022年に放送されたテレビアニメ、うん、オーバーロード4のオープニングテーマ楽曲となってます、うん、こちら北斗がね、うん、第1期から第4期までオープニングやエンディングを務めていて、はい、どの曲もね、この曲もそうだけど、どの曲もかっこいい楽曲でおすすめなので、ぜひ、うん、あの、うん、オクトで聴いていただければ、OXT でオクトです。はい。で、オーバーロードアニメも面白いんだけど、うん、俺は原作小説からもう好きでさ、うん、うん、原作小説なんだこれ。そうそうそう、電子書籍、現状期間16巻まで出てるかな。うん、これはもう電子書籍版を全巻持ってて、うんうんうん、はい、1年に2回ぐらいは読み直してるね。へえ、じゃあ本当好きだ。好き。一冊一冊がさ、ほんで、お、なんていうの、分厚いのよ。うん、多分電子書籍で持ってなかったらすっごい本棚占領してたかもしれない。うん、そんぐらい厚みのある内容のダーク、内容が厚いってこと。ダークファンタジー系なんだけどね。うん、すごく面白いのでおすすめです。うん、では楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、今日はね、3回目のツイキャス、チャレンジしたんだけど、チャレンジしたんですけれども、結果なんかもう固まってるね、パソコン自体がね。そうだね、なんかちょっとプルミ構図で、はい、なんかいろいろ触ってみたいと思います、うん、はい、持ち帰った後に。プルミっていうのはね、これ夏美さんのお友達からね、いただいた、うん、MacBook なんですけれども、うん、10年前のものかな、うん、使ってないからもらうっていうことで、ああ、うん、いただけるんだったらっていうことで、うん、でせっかくだからね、夏美さん基本的になんか持ち物に名前つけて可愛がるタイプなんで、僕もそれにあやかってねなんか言霊ってあるさね、うん、可愛がってたら、なんかね調子よくやってくれるかなと思って、アップルのね製品なんでプルミと名付けて、はい、可愛がっております。私の iPad は iPad 子iPad 子ってね、うん、愛が名字かな、 iPad 子そう、はい、でね、ツイキャスもねこうやってちゃんと本当に理由はわかる、名前をつけた。何に？プルミの名前つけた。何なの？プルミっていう名前をつけた本当の理由は、健太さんが、うん、まかり間違って、うん、これを売って、うん、ギャンブルに行くということをしないように、あ、ちょっと可愛がろうってことで、愛着をつけさせてってこと、プルミにしたんだよ。あ、そういう理由あったじゃん。何言ってんの、忘れてたの。ギャンブル依存症舐めたらいかんよ。名前あるけど売る。名前あっても売るよ。いやー、本物のギャンブル依存症は。いやー、プルミに今までやってきたでしょ一緒に。いやあ、大丈夫大丈夫、可愛がるよ。可愛がって、うん、ケイタさんある程度改善してるから。あ、そっか、そりゃそうよ。重度のギャンブル依存症から、中度ぐらいにあなたなんじゃないちょっとやな。でも、まあ、はい、いいのかな。随分の進歩ですよ。うん、進歩進歩、治らない病気と言われてるところでちょっとは改善したわけです。ここら辺をゆらゆらするんだろうね多分ね。そうですね、重度になる時もあれば軽度になる時もあるでしょうし、うん、まあでもさっきの話の続きなんですけども、はい、ツイキャスがねちゃんと、機能してたらね、今日の放送で、うん、まあせっかくね、さっきもちょっと YouTube 放送となんていうの、楽曲紹介中に話したんですけど、うん、せっかくねメンヘラジオという名前の番組でね、うん、乖離性障害とギャンブル依存症のね夫婦でお送りしているちょっとメンヘラに特化したラジオなんだからね、うん、メンヘラ集がちょっと強めのテーマでなんかトークできればなってね、ちょっとできたらいいんじゃないのっていうね、夏美さんのお話のもと、うん、確かにそうだなって思ってるんだけど、うん、だからツイキャスでもね、なんかメンヘラ集の強めのテーマがあればなんか教えてって、うん、そしたら来週話そうかなと思ってたんだけど、うん、ちょっと残念ながらツイキャスがちょっと機能してなかったんでね、固まっちゃった。うん、まあ2人で考えて、あるいはツイッターでね、
メンヘラ的テーマを募集してあのトークが今後ねあのできれば、まあ、その中でね、うん、あのたまに普通のトーク普通のテーマを、うんお題にしてね、うん、あのメンヘラは普通のことをどういうふうに考えてるのかっていう視点でね、うん、このメンヘラジオトークをお送りできればと思ってますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします、うん、はい、はい、それでは今週のメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ YouTube バイバイ。YouTube バイバイ。